グリッチとは、一過性の障害など、何らかのシステムにおける短時間の障害のことで、トラブルシューティングが困難なもののことである。特にコンピュータや電子工学の分野において、サーキットベンディングやビデオゲームのプレイヤーの間でよく使われる言葉である。一般的には、人間の組織や自然など、あらゆるシステムでグリッチは生じる。グリッチは、わずかで一時的なものであり、真の意味で機能を破壊するような深刻なバグとは異なる。アレックス・ピシャルは、アーケードレビュー誌で次のように書いている。バグは、より重く、非難されるべき別称としてよく使われるのに対し、グリッチは、不意の入力やコードの領域外のものによって、引き起こされる、より神秘的で、得体の知れないものを意味している。ランダムハウス社のヒストリカル・ディクショナリー・オブ・アメリカンスラングをはじめとするいくつかの参考書では、この言葉はドイツ語のグリチェンやイディッシュ語のグラチュンに由来するとしている。いずれにしても、この言葉は比較的新しいものである。1965年6月20日に放送されたクイズショー、What's My Line で回答者のベネット・サーフが不具合、あそこで何か問題が起こると、ちょっとしたグリッチがあったと言われると述べたのが、初めて公の場で述べられた定義である。宇宙飛行士のジョン・グレンは、この言葉について、次のように説明している。我々が問題点を表現するために採用した他の言葉に、グリッチがある。グリッチとは、電気回路に突然新しい負荷がかかった時に起こる電圧の急上昇や変化のことである。スイッチを回したり、乾燥機やテレビを起動したりすると、家の中の照明が暗くなることがあるだろう。通常、このような電圧の変化はヒューズで保護されている。しかし、グリッチとは、短時間のヒューズでは保護できないような電圧変化である。1965年7月4日放送の What's My Line で、司会のジョン・デイリーはこの言葉をさらに定義し、ケネディ宇宙センターでロケットを打ち上げる際に使われる言葉だとして、それは何かがうまくいかないことを意味し、それが何であるかがわからないので、グリッチと呼ぶのだと語っている。1965年7月23日のタイム誌の記事では、グリッチ、腹立たしい妨害を意味する宇宙飛行士の言葉と定義している。タイム誌では、この言葉は、もともとは、ロケットのハードウェアに発生した、特定するのが困難な小さな不具合を表す言葉として使われており、1950年代のアメリカの宇宙開発競争の中で広く使われるようになったと考えられるとしている。ウォール・ストリート・ジャーナルに掲載されたベンジマーの記事によると、小説家のキャサリン・ブラッシュが、ワシントン・ポスト、ボストン・グローブなどで連載していたコラム、アウト・オブ・マイ・マインドの1940年5月19日付の記事で、グリッチという言葉を使っているのが、これまでに発見された中で最も早くこの言葉が使用された例であることを、イェール大学法学部の司書であるフレッド・S・シャピロが突き止めた。ブラッシュは、トニー・ランドールのラジオでの発言について言及しながら、次のように書いている。ラジオの話者がちょっとした言葉遣いのミスをすると、フラフと言い、ひどいミスをすると、グリッチというのですが、私は、それが大好きです。ラジオでは、他にも1940年代に使用例が見られる。1943年4月11日付の、ワシントンポストがミニ、ヘレン・シウサットのラジオ放送に関する著書マイクス、ドントバイトの書評が掲載された。その書評家は、この本の誤りを指摘し、ラジオの専門用語では、シウサット氏は、アイムーフ、フラフ、バスト、グリッチのどれかをやったのだろうか、と書いている。また、1948年に出版された、ザ・アドバタイジング&ビジネスサイド・オブ・ラジオという本の中で、ネット・ミジリーは、放送する番組を適切にスケジュールする責任は、ラジオ局の創出部門にあるとして、放送中のミスと呼ばれるグリッチのほとんどは創出部門のミスに起因すると書いている。さらに調べてみると、1950年代にグリッチはラジオからテレビへと移行していた。1953年のブロードキャスティングマガジンに掲載された RCA 社の広告では、同社のテレビカメラには AC 電源ラインのグリッチがないとしている。また、ベル電話会社は1955年のビルボード誌に、ベルシステムの回線で放送されるテレビ信号を2人の技術者がモニターしている広告を掲載した。その中では、彼が仲間の技術者とグリッチの話をするときは、映像の中を垂直に移動する細い横棒のように見える低周波干渉のことを言っている。と書かれている。1976年の書籍、CB バイブルに掲載された市民バンドで使われるスラング集にグリッチが掲載されており、CB 機器の定義できない技術的欠陥と定義されている。この頃にはすでに市民バンドで使われていた用語であることがわかる。電子工学におけるグリッチとはハザードとも呼ばれ、特にデジタル回路において信号外とした値に落ち着く前に信号に発生する遷移のことである。一般的には持続時間の短い電気パルスを意味し、多くの場合、共通のソースから派生したが遅延の異なる2つの信号間の競合状態が原因となる。クロック同期設計であれば、これは設計上は正常に発生する現象であり、無害で対応性がある。他の文脈では、グリッチは故障や設計上の誤りによる望ましくない結果を表し、誤動作を引き起こす可能性がある。フリップフロップなどの一部の電子部品は、指定された最小持続時間よりも長いパルスによってトリガされる。指定された最小持続時間よりも短いパルスはグリッチと呼ばれることがある。関連する概念として最小レベルよりも振幅が小さいパルスであるラントパルスやリンギングやローワによって引き起こされることが多い短いパルスである電圧スパイクがある。コンピュータにおけるグリッチとは通常コンピュータを含むシステムがその機能を完遂できないあるいは適切に実行できないことを指す。一般には、グリッチはすぐに修正される、軽微な不具合のことを指し、システム障害の原因がプログラムの不具合にあるという事実を示すバグの婉曲表現として使用されている。グリッチは、発生した時点では検出されず、後になってデータの誤りや人間の誤った判断によって現れるエラーのことを指すことも多い。コンピュータのグリッチと呼ばれるものには、ソフトウェアの記述ミス、オペレータの操作ミス、検出されなかった無効な入力データ、検出されなかった通信エラー、コンピュータウイルス、トロイの木馬攻撃、コンピュータへの攻撃などがある。このようなグリッチは、キーボードの誤動作、数字キーの故障、画面の異常、ランダムなプログラムの誤動作、プログラムの異常登録などの問題を引き起こす可能性がある。コンピュータのグリッチによる混乱の例としては、2010年のニューカナンの浄水場の予期せぬ停止、オースティンの警察のコンピュータ支援配車システムの障害により緊急通報に対応できなくなったこと、2010年11月に宇宙探査機カッシーニが予期せぬビット反転によりセーフモードに移行したことなどが挙げられる。不具合はコスト増にもつながる。2015年にはある銀行が数週間にわたって金利を上げることができず、1日あたり100万ドル以上の損失を出した。グリッチが発生したバーチャルボーイの起動画面、ビデオゲームにおけるグリッチとは、コード内に重大な問題を引き起こす可能性のあるソフトウェアのエラーのことで、通常、そのソフトウェアの制作中には気づかれず、解決されない。日本においては、バグと呼ばれることが多い。これらのエラーは、開発者や開発チームがパッチで修正するまで裏技として使われたり悪用されたりする。複雑なソフトウェアでは最初のリリース時にバグがないあるいはエラーがないということはほとんどない。テレビ放送では信号の破損により画面上のギザギザした線、ブロックノイズ、画面の停止、色の反転などのグリッチを起こすことがある。これらのグリッチは携帯電子機器や電子レンジからの干渉、放送局のケーブルの損傷、天候など様々な原因が考えられる。ありがとうございます。